アラモ伝道所アラモ伝道所またはアラモトリではテキサス州サンアントニオにあるかつての伝道所と要塞の複合施設。正式名称はサンアントニオでバレロ伝道所現在は博物館になっている。もともと聖域と周辺の建造物を包含していた、この複合施設は地元のインディアンをキリスト教へ改修させる教育のために18世紀に スペイン帝国によって建設された。伝道書としての機能が放棄された後の19世紀には軍事要塞として使用され、特にテキサス革命中のテキサス共和国とメキシコ軍の間の極めて重要な戦闘の一つであった1836年の荒物、戦いなどのいくつかの軍事行動の舞台となった。伝道所としては1716年にニュースペイン複領に認可され、 その2年後の1718年に、アントニオ・デ・オリバレス司教によって創設された。オリバレスは、リオグランデ川沿いのサンフアン・バウティスタ近くの、フランシスコ・ソラ伝道所から、インディアンの回収者と彼自身の記録と共にやってきた。現在の場所は1724年に選ばれ、祖先は1744年5月8日に置かれた。アラモは、 サンアントニオ川沿い近くに創設された一連の伝道書の中で最初の伝道書であった。これらの他の伝道書のいくつかはサンアントニオミッションズ国立歴史公園として保存されている。1765年の後、伝道活動は衰退し始め、1793年に伝道書は放棄され、公文書は近くのサンフェルランド教会に移された。1八百三年、 放棄されていた複合施設はアラモでパラスから来たスペイン軍兵士の中隊に占領された。一部の歴史家はこの時にアラモという名前が付けられたと信じている。名前の由来の別の説はスペイン語で箱柳を意味する単語アラモから近くに生える木立ちにちなんで付けられたと言われている。テキサス革命の間にマルティン・ペルフェクトでコス将軍によって テキサス軍部隊に引き渡された1835年12月まで、この建物はほぼ継続的にメキシコ軍に占領されていた。2ヶ月後の1836年2月23日、ウィリアム・トラビス・チューサは、後にメキシコ軍の進軍を防御したおよそ187名の兵士と共にアラモに入場した。サンターナ将軍指揮下のおよそ6000名のメキシコ軍兵士は、 13日間砦を包囲し攻撃した。包囲戦は3月6日に頂点に達し、テキサス軍の防衛兵は全滅した。メキシコ軍の死傷者は、おそらくおよそ200名の死者と400名の負傷者と見積もられた。戦闘自体の軍事的な意味合いは、多くの学者によって議論されてきたが、テキサス軍部隊の勇気と彼らの犠牲は、リメンバーズやらもというスローガンとなってその後の、 テキサス革命の戦闘に用いられた。それ以来、残された建造物は、テキサス人によって、伝統的に数形の年でみなされている。およそ1920年頃のアラモとその、周辺包囲戦の後、砦はほとんど廃墟であった。その復旧する試みも、ほとんどされずに、1841年1月13日、テキサス共和国は、アラモの聖域を、 カトリック教会に返還する法律を可決した。テキサス併合の後、アメリカ合衆国はその廃墟となった建物の所有を主張し、陸軍の補給基地の目的で南北戦争まで使用した。南北戦争の間はアメリカ連合国が建物を使用したが、戦争の後、合衆国政府は再び所有を主張し1876年まで使用された。 建物の所有権は19世紀後半の間ずっと議論された。1883年4月23日、テキサス州は公式にカトリック教会から教会の建物を購入し、市が建物の管理費を負担することを条件にサンアントニオ市に譲渡した。1890年代から1905年にかけて歴史家で教師のアディナデ・サバラと、 自身の資産で史跡を修復した事前家のクララドリスコルの二人の女性が史跡の保護に責任を持った。彼女らは修道院の扱いで衝突し、ドリスコルは取り壊しを望んだ。1905年1月25日、テキサス州立法府は庁舎に占有された伝道書の一部を購入する決議を可決し、その後現在建物を管理して訪問者を受け付けている婦人団体、 テキサス共和国の娘たちの保護に置くことが指示された。この建物の所有権をめぐる論争は20世紀の間も持続した。1908年、デッサバラは3日間バリケードを張って建てこもり、商業的な搾取を防ぐ試みに成功した。建物は特に1936年のテキサス100年記念の時などに時折修復され続けた。 1960年12月19日には、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。2015年の第39回世界遺産委員会にて、サンアントニオミッションズの構成資産として、世界遺産リストに加えられた。ただし、評価のポイントは伝道書の建築、文化的意義にあり、アラモの戦いなどは評価の対象に含まれていない。ありがとうございます。